皆さんこんにちは。京都は同志社大学よりやってまいりました、京都よさこい連心意気です。この度は桜よさこいを開催していただき誠にありがとうございます。ただいまより披露いたします演舞は2023年度演舞翡翠です。伏見稲荷大社にて開催される日滝祭をテーマとしており、よさこいを通じて出会った方々への感謝や心意気のさらなる飛躍を願い演舞を構成いたしました。踊り子一同精一杯演舞いたしますので、お手拍子足拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは伏見の地にいざ芽吹け。皆様に最大限の感謝を込めて